偽名でいいので、まずお名前は。あ、後藤です。あ、後藤さんですね。で、年齢は50代ですね。年齢は50代。お仕事は何されてるんですか。あ、サラリーマンですね。サラリーマンですか。や、役職は課長やってます。課長、課長さんですか。はい。あ、課長さんやってる。あ、ありがとうございます。え、今日はその何しに大久保公園に、まあ、女の子を見に来てる感じですかね。あ、女の子を見に来たんですか。はい。週に何回来てるんですか。まあ、週に 3,4 回来てますね。あ、週に 3,4 回。なんか交渉してホテルに行ったりとかは。まあ、そうですね、そうしますね。あ、そういうこともやってるってことで、もう週 3,4 来てるってことはもう全部ホテル行く感じですか。まあ、毎回ではないんですけど、まあ、若い子見てるだけでも楽しいんで。うん、若い子見てるだけで楽しいから、まあたまになんかその結構最近見学とかしてる人多いですけど、まあそういう感じですかね。あ、まさにそういう感じですね。うん、結婚はされてるんですか。あ、結婚はしてますね。あ、結婚されてるんですか。はい。奥さんがいるっていう。そうですね、妻と娘がいますね。そうなんですね。娘さんはおいくつなんですか。娘さん。あ、17歳ですね。17歳ですか。当然これあれですよね、あの大久保公園に来てるってことは田口さん知らないってこと。まあ、知らないと思いますね。まあ、娘と奥さんには煙たがられてるんで、まあ、居場所がないんですよ。ああ、家に居場所がないんですか。そうですね。うん、じゃあもう週 3,4 来てるってことはもうあれですかね、その仕事終わりに来てるみたいな。あ、そうですね。うん、でもあれですよね、結構その今 YouTuber とか結構撮影結構してる人多いと思うんですよ。はいはいはい。それ見バレとか大丈夫ですか。まあ、あの眼鏡かけたりとか、今あれなんですよ、あのカツラかぶってまして、それで大丈夫だと思うんですけどね。ああ、だからもうね、あ、じゃあバレることはまあないみたいな。そうですね。うん、もし家族にここに来てるってことがバレちゃったら結構まずいですね。まあ離婚でしょうね。うん、奥さんとはあれですか、その今しばらくご無沙汰なんですか。まあそうですね、まあ、10年ほどないですね。10年ほどそういうなんか行為がないんですか。はい。じゃあもう夫婦仲がもう本当に冷めちゃってて。そうですね。うん、でなんで風俗ではなくて立ちんぼを利用してるんですか。まあ、刺激が欲しくて利用してますね。まあ、パネマジっていうんですか、風俗ってあの写真と違う子が出てくるんで、ここだとまあ顔が分かるんで、まあ選び放題かなと思いまして、うん、ああ、そうなんですね。でもここってあれですよね、あの大久保公園って若い子が結構いると思うんですけど、19、20歳、そしてあれですね、もう未成年の子もあのいると思うんですけども、娘さんとすごく同じ年ですよね。まあそうですね。その点についてその何かその抵抗みたいなものないですか。まあ、あの子供を産むとあの普通の若い子と娘ってやっぱ違う風に見えちゃうんで、その辺は大丈夫ですね。あ、でも売春って、まあ、犯罪にあると思うんですけども、その点の認識ってどうですか。まあ、あの子たちもあのお金に困ってると思うんですよね。まあ、ホストに使ったりとか、まあ、家庭の事情もあると思うんですけど、まあ、心が寂しいんでしょうね。まあ、結構その私もその大久保公園のことかインタビューしたことあるんですけど、まあ、結構家庭のね結構事情で、うん、親とねうまくいかないで仕方なく立ちんぼしてるって子もいますし、まあ、そうなんですかね、コストに行きたいっていう子もいますし、うん、やっぱりその今まで何回か利用されてると思うんですけども、立ちんぼをこう利用しちゃうと思うんですけども、まあ、やっぱりそういう子多いですか、コストに行くっていう。まあ、そうですね、多いですね。うん、やっぱり心の寂しさっていうのがやっぱりあるんですかね。まあ、あると思いますよ。うん、今までそのなんかトラブルとかってあったりとか大丈夫ですか。そうですね、まあ、僕がシャワー浴びてる時に、はい、まあ、あの出たらお金抜き取られて状態で女の子がいなくなってたってことはありましたね。
あ、お金抜き取られていなくなっちゃったんですか。そうですね。どれくらい入ってたんですか、お金。10万円で。10万円ですか。はい。10万円え、結構大金ですけど。そうですね、まあ、あの不幸中の際はの運転免許証とかが大丈夫だったんで、あ、まあそうですね、あまり詳しくはないんですけど、男の人がシャワー浴びてる間に女の子が いなくなって財布だけ、財布とかお金だけ抜きてるっていう、なんかそういうこともあるみたいなんですよ。もしかして、ね、そういう悪い女の子に当たっちゃったってことですかね。まあ、まさにそれですね。いつまでこの立ちんぼを利用するとかってあるんですか。まあ、立ちんぼがいなくなるまでは利用しようかなと思ってます。うーん、まあ、最近結構ね、警察とか見回ってますからね。そうですね。もしかしたら立ちんぼも、もしかしたら近々いなくなる可能性も、まあ、あるかもしれないですね。そしたらもうあれですか、その利用するのをやめて。そうですね。奥さんとうまくいってないって先ほどおっしゃいましたけど、将来的にはあれですか、 どうするんですか。まあ、あの離婚しようかなと思ってます。離婚しよう。あ、そうなんですね。え、いつ離婚するのか考えてますか。まあ、娘が成人したらですかね。ということはあれですよね、来年ですよね。そうなりますね。離婚された後はどうされるんですか。まあ、もう結婚はもうしたくないんで、まあ、気ままに独身生活を送ろうかなと思ってますね。じゃあもう気ままな独身生活をして、この立ちんぼを利用するっていう感じですかね。あ、そうですね。ありがとうございました。あ、ありがとうございます。